福山潤さんの声真似講座やるわけねえだろバーカ。はい、皆様こんにちは、こんばんは、そしておはようございます、もんじです。さて、今回はですね、福山潤さんの声真似講座なんていうのをやっていこうかなというふうに思っております。はい、冒頭からなんか煽っていくスタイルで始まりましたけれどもあれはね、僕の本心じゃないですからね。花宮くんがああいう風に言えって言うんで、あの気持ちを代弁してね言っただけで、僕はねそんなこと一切思ってないんですよ。はい、ということで本当にね、福山潤さんの声真似講座してほしいですっていうリクエストたくさんいただいたので、今回はね、皆さんのリクエストにお答えしていこうかなという風に思っております。はい、ということでじゃあ早速やっていきましょう。はい、福山潤さんも本当にね人気な声優さんで、いろんなキャラクターを演じておられますので、これがね一概にその福山潤さんの声の出し方だっていうふうには言えないのでね、あのキャラによってそれは声色も、声質もトーンもね、雰囲気とか演じ方とも全部やっぱ違ってくるわけなので、あのそうですね、今回もじゃあちょっと低めの時とちょっと高めの時ぐらいの、ざっくり2つに分けて、やっていきましょうかね。はい、じゃあまずは、低めの時の福山潤さんの、声の出し方からねやっていきましょうか。はい、低い時の福山潤さんのキャラクター何がいるかなって考えた時に、まあね、たくさん数えきれないほどいると思いますけれども、今回はもうキリがないので、このキャラこのキャラっていう風に、視聴者さんも思ってるかもしれないですけども、すいません僕の方で勝手に決めさせていただきました。今回は、冒頭にあった花宮誠くんと、あとコードギアスのねルルーシュを中心にやっていきたいと思います。はい、まずはですね、まあいつも言っていますけども、声の高さをね合わせるところから始めましょう。あの基本の基本かもしれないですけども、これがねすごく大事なので、はい、でまあルルーシュと花宮くんはねどれぐらいかなって聞いた時に、まあ大体ね、これぐらいですかね、これぐらいのトーンで喋っていただければなというふうに思います。でそれができたら次は、声の質感がどういうふうになってるのかなっていうのを聞きます。まあ福山潤さんはだいたい低い時も高い時も柔らかめなね質感をしてるなっていうふうに僕は思ってるので、っていうのも結構ね声に空気を含んだ、質感をしてるんじゃないかなって僕はあの考えてるんですけども、なんでいつも自分が喋ってる声にちょっとね息をまとわせるというか息を出しつつ発声するとそれらしくなるかなっていうふうに思います。ちょっとやってみると、普通にこうあーっていうのに空気を加えると、あーあーあー、違いわかりますかね、あーっていうのとあーっていうの、うん。でこれだけだとねちょっと今ぼやっとしすぎてしまってるので、そこに芯を持たせるっていう意味でお腹からね声を出すっていうことが、ポイント3つ目ですね。はい、まあどのキャラやるにもお腹から声を出すんですけれども、特にねこういう風に息を多く使うキャラクターっていうか声優さんの場合とかは芯をね持たせてあげないとねぼやってなりすぎてしまうので、特に腹式呼吸ってやつですねを意識して発声するといいかもしれないですね。うん、で最後の仕上げとしてそのキャラクターになりきるということですよね。はい、もうこれは別に福山潤さんの低いキャラがこうだからとか言うんじゃなくて、もう全部もうどのキャラやるときもそのキャラにどれだけなり自分がねなりきれるかっていうのが僕は一番大事なんじゃないかなって思ってますね。はい、もうこれ言ったら元も子もないんですけれども、本当にねそのキャラになりきって雰囲気とかね演じ方とかねなりきってみると意外とね似てきたりするもんなんですよ。うん、だから僕なんてねほとんどのキャラをこれでごまかしてるみたいなもんですからね。うん、声とかそんなに似てなくてもそのねそのキャラにねできるだけ頑張ってなりきろうっていうこの気持ちだけはねもう誰にも負けないと思ってますからそこでごまかしてる部分はありますね。はい、ということでじゃあ早速おさらいしてね一つずつ見ていきましょうか。まず一つ目は声の高さを合わせるということでしたね。花宮くんもルルーシュも、だいたいこれぐらいですね。これぐらいにして、んなわけねえだろバーカ、ルルーシュビブリタニアが命じる。で、ポイントにはそこに空気をちょっとまとわせるということでしたね。んなわけねえだろバーカ、ルルーシュビブリタニアが命じる。で、ポイント3つ目は、腹式呼吸でお腹から声を出して、芯を持たせてあげるということでしたね。
なわけねえだろバーカ、ルルーシュビブリタニアンが命じる。はい、でまあこのままだとね、声は多少近づいたかもしれないですけれども、そのキャラクターらしさっていうのが全然出てないですよね。で、最後一番重要なポイント4つ目ですね。そのキャラクターに全力でなりきってセリフを言ってみるということですね。なわけねえだろバーカ、ルルーシュビブリタニアンが命じる、貴様たちを死ね。はい、ということでこんな感じでございますが、いかがだったでしょうか。あの最後のなりきるっていう部分のそのコツとしてはですね、キャラクターがセリフを言ってる時の表情だったりとか仕草だったりとかも一緒にね真似しながら自分もこうセリフを言ってみると、よりねなりきりやすくなると思いますので、ぜひ恥ずかしがらず、挑戦してみてください。はい、で、次ですね、次は、中間から高い声のキャラ部門ですね。まあ、結論から言っちゃえば、そのさっき低い時に出したやり方とあんまり変わらないんですけれども、てか同じなんですけれども、だからこそ大事になってくるのは最後のその4つ目のポイントのそのキャラクターになりきるっていうことが大事になってくるんですよ。うん、で実はルルーシュも多分ね、普通に喋ってる時はルルーシュでいる時は多分ねこれぐらいの高さだったと思うんですよ。うん、ナナリ愛してるとかね、これぐらいのねこんなセリフ言ってなかったかな、これぐらいのね高さだったと思うんですよ。うん、でもやっぱりルルーシュからゼロになる時はやっぱり黒い部分が出てしまうというか、だからだん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 声が低くなって、さあ民主主義を始めようかみたいな感じになるんだ。うん、だから要はお前たちにやってほしいことは声の真似ではなく、いかにして俺たちになりきるかということだ。何を言ってんだ。はい、まあまあでも要はそういうことなんですよね。だから高い時も声の出し方はね、さっき低い時にやったやり方と一緒で、あとはそれをトーンをねどれくらいまで持っていくかっていうのと、あとはキャラクターがどんな感じのキャラクターなのかとかね、例えばよくリクエストをいただく7つの大罪のキングとかだったら、まあ温厚でね、優しい感じのキャラクターだから、ちょっと声は尖らせずに柔らかくいった、柔らかい感じで、で高さ的にはまあそこまで高すぎず、うん、あこれぐらいかな、あオイラにはかなわないよとかね、これぐらいだったと思うんですけども、うん、似てなかったらすいません。はい、あとは黒羊のグレル・サトクリフとかね、私もお姫様抱っこしてもらおうかしら。もうひどいひどいね。だけどまあキャラクターにねなりきってやってみることによって、多少はねその似せられることができるんじゃないかなって僕は思ってます。はい、まあそんな感じで低いキャラ部門と高いキャラ部門を分けた割に、高いキャラ部門に関しては何にもね伝えることができなかったんですが、まあ出し方としては大体一緒なんで、それをねあとはどういう風に声の高さとかね演じ方とか雰囲気とか持ってくかっていうことなんで、まあ皆さんぜひこれをね参考にしていただけたらいいかなと思います。うん、できればねこの声優さんの声真似講座お願いしますって言うんじゃなくて、このキャラクターの声の出し方を教えてくださいって言っていただけた方が僕としてはねやりやすいです。やっぱりそのキャラクターによって同じ声優さんでも全然その出し方とか雰囲気だったりとか教えられることとかも多分違ってくると思うので、本当はね花宮とルルーシュも微妙にその声の出し方とか違ったりしますし、その高い声の時の福山潤さんの声もその低い時のその出し方をそのまま持っていくっていうんじゃなくて、もうちょっとそのキャラによってね詳しく伝えたかったんですけども、長くなるかなと思ってこんな感じでまとめて、ざっくりまとめてしまったので、できればねキャラクターで絞っていっていただけると僕としてはありがたいです。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん声真似頑張ってやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。